あなたがまず来てくださいというお話でした。そうです。もう楽しくみんなで一緒に音楽の楽しさはですねお伝えします。私全力でそれはやりますので、私たちと一緒に音楽を奏でたい人募集という話でした。楽しくよろしくお願いしますよ。はい。OK。怒られる？僕。多分ね。あとでちょっと反省会。はい。皆さんこんにちは。こんにちは。ハルモニアンシンフォニー音楽団員募集のご案内です。ピアニストの邦子です。トレーナーの松澤です。はい、では、この音楽団は、年齢、国籍、障害、政治、宗教、性別などの枠を突破した世界初の A イコール 432Hz アコースティックサウンドの音楽を奏でる集団です。はい、さてどんな音楽なんですか？ハルモニアンシンフォニーはあれ次ですね、はい、違いという個性を認め合い、芸術を通じて伸ばし高め合うことで調和を奏でる、世界で唯一の光の周波数 A イコール 432Hz で奏でる音楽団です。はい、まだ分かりませんねそうですね、この音楽団の、特徴、他にはないこと教えてください。はい、このね、 A イコール 432Hz っていうのは何かっていうことなんですけれども、まあ、A っていうのはその調律のね、ラの音、それを 432Hz という通常の、音の半音の約半分低くなっています。これはですね、ショパンとかリストとか、聞いたことある方いらっしゃると思うんですけれども、ロマン派といわれる1800年代、の、時代に奏でられていた、ピアノのピッチ、これが 430Hz だったりとか、まあ、432Hz 付近で演奏されていました。そして、またですね、日本で言うと雅楽ですとかお三味線だったり、お琴だったり、そういった楽器、そして、世界でも民族楽器は、およそ 430Hz 付近で、作られていたというようなことも言われています。はい。それをね、ピアノに、現代のピアノで 432Hz にして、私たちで演奏します。はい。はい。そんな音楽団に参加できる条件は？はい。と言いますと、はい、参加してみたいなと思った方は、どなたでも、参加できるような方法を一緒に考えたいと思います。はい。もちろんですね、すぐ来て、練習日に来て、すぐ参加できますよっていう方も、大歓迎ですし、ちょっと迷われている方、または家から出たくない方、お仕事が忙しい方、予定が入っている方、または、ね、いろんなそれぞれ悩みがありますけれども、前向きな気持ちで、参加したいなと思った方、先送りにしたらもったいないと思いますね。そうですね、この音楽団は、例えばね、ちょっと足が不自由だなとかっていう方がうちに来るためには、じゃあどういう風にしたらいいかなとか、それから例えば歌も歌いたいけどちょっと声が出にくいのよね、声が出ないのよねっていうような方、そういう方はじゃあ別の方法でどうしたらこの音楽団に参加できるかなっていうことを一緒に考えたり、もうどなたでも音楽を一緒に奏でたいっていう方であれば、もう参加できる方法を必ず考えて一緒に演奏できるようにしたいと思いますので、ね、そうですね、その辺がね、はい、これだからダメっていうことはないと思ってください。時代がですね、本当に先進的に進んでいますので、オンデマンドでしたり、オンラインでしたり、いろんな形で参加していただけるように、はい、したいと思っています。はい。はい、ポイント。はい。ポイントは、誰でも参加できる。お互い様でしょ。あ、そう、ポイントは。障害があるないっていう言葉が入るとですね、どうしても、この人に伝えたいなって思う方、障害がお持ちの方が多かったり、生きづらい方が多かったりっていうことが、あるかと思うんですけれども、この後ね、詳しくお話ししたいと思いますけれども、ポイントは、お互いに、障害がある方たち、生きづらい方たちが生きやすい、世の中にしていきたいことを考えてますので、そういう方々たち
だけが集まるわけではなくてですね、健康な方、人生楽しみたい方、音楽楽しみたい方、そんな方たちと一緒の場所を作ることがポイントです。そうそうそう、本当にさまざまな方が集まって一つの音楽を作るという、そういう団体ですね。はい、はい、そして目指しているのは今言っちゃったけど、そういうことですね。はい、この音楽団が目指すのは本当の意味での、共生社会の実現への、きっかけ作りです、大事なのはきっかけを作るということですね、その実現できるかどうかははっきりと分かりませんけれども、まずはそのきっかけを、皆さんと一緒に作っていきたいと思っております。そんな中ですね、この発信ということがすごく非常に大事になってくると思うので、目標として2024年東京オペラシティ大ホールにて、はいはい、A イコール 432Hz アコースティックサウンドでの調和の祭典というのを、うん、目指したいと思います。ユニコ先生のデビューリサイタル、うん、はい、そうですね、オペラシティのリサイタルホールという、まあ、ショーホールだったんですけれども、そちらでリサイタル、デビューリサイタルね、40年の時を経て、そうですね、本当にね、舞い戻りたいと思います、うん、皆さん大ホールで皆さんと一緒にまた演奏したいなと思います。はい、またですね、このね、432Hz っていうアコースティックの、特にピアノですね、うん、でと、歌というので、公演している、ところっていうのはまだないので、そうですね、世界初演と、なるはずです。そうです、この 432Hz っていうのは、体にも一番響きやすいというふうにも言われている周波数なんですね。なのでその、まあ、みんなでこうお互いの体も全部心も体も共鳴し合いながら演奏するという、もう本当に新しい、試みだと思います。これからの、ね、時代に必ず必要となってくるんじゃないかなと思います。この、祭典の後にはもう一つ、じゃん、おー、まあ、パラリンピックが、2025年に、予定されていますけども、はい、そこでですね、演奏ができるようなことになったらいいなっていう、そうですね、ぐらいのことを、目指してやっていきたいと思います。これ閉会式って書いてあるのは、ちょっとイメージがあるんでしょ？うん、ほら、なんか結構知ってるアーティストだったりとか、うんうんうん、みんな閉会式、まあオープニングでやってる人もいますけどね、いるので、まあ私もこちら関係の業界に片足が突っ込んでるので、何かしらのきっかけがあったらいいな。スポーツの世界の、人ですか、ね、皆さんにこう知ってもらえるような、ね、ことをやりたいなっていう、本当ね、開会式閉会式オリンピックっていうのは本当にこう音楽と、そういう音楽っていうか、まあ、芸術とスポーツの世界がこう一体となったようなものだなと思うのでね、ここを目指していきたいですね。はい、ということですね。はい、そして企画運営は我々、はい、音楽リプロジェクトということで、はい、はい、ピアニストの邦子と、そしてトレーナーの松田明子、そして、今日は不在でございますけれども、はい、キツネくんが、大人気のキツネくんが運営企画を行っております。はい、音楽リプロジェクトとは、音楽の力を借りて自分たちがお世話になった方々への恩返しとして、恩送りという形で、障害のあるなし、年齢、国籍、性別、政党、宗教など、ここでは関係なく、子どもたちにどのような未来をつなぐことができるか、残りの人生をどう生きるかをテーマとしたイベントやワークショップ、コンサート、地域貢献事業を開催し、きっかけ作りを行っています。まあ、さまざまな、活動ですね、2017年から。16年からかな、送ってきています。その中ので、2017年の、に、この企画というのは実は、生まれていまして、そこから温め続けて、現在に至ります。この辺の、ね、お話は、ぜひ、お会いした時にでもお話をさせていただけたらなと思います。はい、またですね、これはですね、私たちが、特に私ですね、一番インパクトを受けた、ハンガリーの、子たちの、
っていますけれども、パラフォニアという音楽団を作っていまして、その彼らとそして、まあ、健常の子たちの民族舞踊団があります。その子たちが、力を合わせて一つのステージを作っているという団です。芸術っていうのを追求するような、それは障害があってもなくても、まあ、いろんな生きづらさがあってもですね、そういうところに向き合っていくということによって、何か新しい変化が起こせるんじゃないかなっていうふうに、感じた、動画ですね。そうですね、それぞれの得意なところの力を合わせるっていうところ本当に素晴らしいなと思いますし、とても意義のあることだなというふうに思います。ちょっと飛ばしますけど、まあ、こんなですね、実際にパラフォニアというオーケストラを作った先生のところで、学ばせていただいてきました。工夫をされて、まあ、よかった。職人なんだったり多かったですけど、本当にゼロからですね、メソッドを作られて、これはハンガリーの音楽学校、これは小学校、普通の小学校の音楽の授業です。この時は私たちが行った時は週に2日毎日音楽の授業があります。で、でもう1日増える予定でということだったので、今は6日に決まっているのかなというふうに思います。本当に毎日あるんですね。で、ハンガリーはその音楽で子どもたちを育てるというふうな考えで、国策として音楽を取り入れています。でこちらは、その学校の授業が終わった後で、もっと音楽を学びたいという子たちが集まってくる教室です。こちらの方も見させていただきました。こういったですね、日本の音楽の教育とはまたちょっと違った、本当に、別の角度から、まあ、また私もですね、トレーナーとして、まあ、体とか、心メンタルとかっていったところのサポートだったり、向上ですねっていったことの部分からのアプローチをしながら、皆さんと芸術的な音楽を作っていきたいと、思っております。はい、そうですね。で、432Hz と出会ったのも実はこのハンガリーへ行って、向こうの先生方そして子どもたちがすごく美しい声で歌っていたっていうのがきっかけで、その声がですね、実はその通常使っているクラシックでいる 442Hz っていうそのピッチとはちょっと違って少し低いんじゃないかなっていうふうに感じたところから、実は 432Hz と出会いました。はい、すごくね、なんかこう体に本当に自然に響く音で、私たちも演奏しようという、そういう試みですね。はい。そしてですね、これは、まあ、ちょっぴりだけ。はい。懐かしいですね。はい、これは2018年。ハンガリーから帰ってきて2ヶ月ぐらい後ですね、みんなで、ステージに、上がった時の、まあ、いろんな子たちがいろんな方々が参加しています。本当にね、このハルモニアの全身ですよね。そうですね、年齢も性別も、障害あるなしも関係なく、演奏したいという人たちが集まって一つのステージを作りました。そしてプロもいて、ね、いろんなこの前に歌を歌ったりとか楽器を吹いてもらったりとかっていうそういう合奏もありました。他にもですね、職業、様々な職業の方が、
参加してくださったりですとか、うんすね、まあ、アートが結構ねたくさんあって。最後にみんなでステージに上がって一緒に演奏しました。4パートに分かれたかな？そう、4パートに分かれて、ボディーパーカッションといって体を叩いて音を出して音楽を作っていきます。でなかなかね、凝ったリズムだったんですけれど、皆さん一生懸命練習をそれぞれのお家でもやって、合わせるのは全員一緒にっていうのは本当にもう1回っていう感じですね。そう、充実ですね。全員が揃ったんですね、当時はみんなが Zoom 使えたりとかってこうオンラインの技術をみんなが使えるわけだったので、紙に書いたのを配って、うん、みんなで家で練習するとか、うん、で我々が回って見るとかね、うん、でいろんな地域の方が参加してくれましたね、うん、もういろんな、ね、参加の方法がありますやれるところで参加していただけたらと思っています。ハルモニアの前身となったチームですね。この中からも、また参加してくれる方々がいますので、ぜひみんなで、はい、まあ、こんな、我々の、ストーリーヒストリーもありますのでよろしければ、はい、ホームページとで、ご覧になっていただくと、どんな団体なのかというか、まあ、どんなことやってたのかということを見ていただけると思います、はい、どこを目指して何をやってるのかということですね、はい、現在はですね、埼玉県の大瀬町黒山三滝というところにスタジオ、拠点を移しまして、山村留学ワンデーの山村留学ですね、都内だったり、まあ、コンクリートの中に日頃いる子どもたちと、まあ、自然の中で過ごしたりですとか、まあ、キャンプをやってみたりとか、うん、あとは、まあ、宇宙の権威の先生たちとプラネタリウムを作ってみたりですとか、あとは、まあ、パラシンガー春菜の応援をさせてもらいながら、こういった、邦子さん自身も、音楽活動をしてます、はい、これは CM ですけど11月16日来たる、サントリーホールブルーローズに、世界で一つだけの、はい、唯一の、この A=432Hz コンサート仕様グランドピアノを持ち込んで、リサイタルをさせていただいたりします。あのこの近辺の環境自然環境の音もですね採取してそれを東京に持って行ってサントリーホールの方に持って行って一緒にその鳥のさえずりだったり川のせせらぎだったりっていう音と一緒に即興演奏するという、まあ、なかなかクラシック界ではない試みなんじゃないかなというふうに思います。ぜひあのお聞きいただけたらそして皆さんとこの響きを共有できたら嬉しいです。ぜひいらしてください。ちょっとうっかりしちゃった。この、音楽以外にもですね、まあ、学習支援でしたりとか、うん、私はですねメンタルフィジカルっていう部分での、仕事をしてますので、講演活動でしたり、まあ、邦子さんと一緒に、演奏する方々プロから、コンクールを目指す子たちという方々の、サポートや、トレーニング、演奏指導なども、したりしています。で、気になる参加システムですね。そうですね、はいはい、こちらはですねあの月額は3000円という、まあ、会費ですよね。会費として3000円をお願いしまして、またこの FIU インテンシブクラス制と書いてありますけれどもうちのピアノ教室だったりとかそういったことに来てくださってる生徒さん、インテンシブね、インテンシブの子が、あ、はいはい、は、うん、まあまあ、特別クラス、ね、そうですね、特別クラスというのがあって集中クラスみたいな感じですね。子たちは、月額1000円で、はい、参加ができます、はい、それ以外の通常クラスの子はですね同じ、3000円になります、はいはい、練習は基本は月1回、また来れない人はですね、オンデマンドで参加してください、その他、勉強動画キツネとクニコのワクワクギソギソソルフェージュで、はい、しっかり勉強していただいて、
練習用動画と、音楽勉強動画、そして、まあ、時にはですねパフォーマンスアップのメンタルトレーニング等の動画配信でしたり、スタジオに来られる方は、体のメンテナンスのセルフメンテナンスのレクチャーなんかもさせていただいたりします、それぞれですね、まあ、できる形で、やっていただけるように、工夫していきたいと思っております、はい、でもろもろ、特典そして含まれないもの等もありますので、後ほどしっかり確認してください。はい、あの当日来てくださった方たちは懇親会もやりますので、はい、その時はちょっとおやつ代として500円から660円というのは別途かかってきます。はい、はい、あとはですね練習スケジュールの方はこのように、なっております。この日に参加できなくてもオンデマンドで参加してください。そうです ね、あのオンデマンドっていうのは皆さん忙しい動画を、まあ、動画をお送りしますので、はい、いつでも好きな時に見ていただいて自分で練習していただくと、うん、いうことができますね。あと、出演イベントが、いくつか決まっております。任意参加です。そして、また選抜もあります。ちょっと頑張ってねっていう感じの、しっかりした、講演会もありますんでね、上を目指しながらみんなで、音楽を届ける活動をしていけるようにしたいと思っております。はい、そして、改めて講師陣ですね。はい、はい、我々私たちと協力してくださってます、パーカッショニスト釈迦寛さん、はい、そしてソプラノ歌手、はい、川原美香さんとはじめと、そして、他のゲストの、はい、プロの方々が、いらしてくれる日もあります。 そうですね、そしてアシスタントはパラシンガーで頑張っている春菜ですね、はい、からじゃん今日は出てこないみたいでかわいそうですね。キツネ君も何か講師をするかもしれません。はい、はい、そんな、我々からの提案でございます、はいはい、世の中には与える人与えられる人時には奪う人がいるとしたら私たちと一緒に音楽の力を借りて与える人になってみませんか。なぜなら与える人が多い方が世の中はきっともっと素晴らしくなると思うのです。子どもたちに希望を持てる世の中をつなぎませんか。もしあなたが私なんてと思っているとき、まだまだ自分のことを考えているのかもしれません。一歩、一緒に前を勇気を持って踏み出す仲間を募集しています。そんなあなたの歌声が、奏でる音が誰かの心を揺さぶるかもしれないから。お申し込みは、コンタクト、アットマーク、おんおくり、ハイフン、おんおくり、ハイフン、pjt.com、もしくは、お友達を通じてでしたり、LINE の公式アカウント、もしくは、Facebook と、ホームページも構いません、ご連絡をいただけたらと思います。はい。はい、そんなわけで、はい、以上、ハルモニアンシンフォニーのご紹介でした。はい。この、音楽団はですね、本当に私たちが大人として、日本今このような、まあ、混沌とした世界ではありますけれども、子どもたちにどのような未来をつなぐことができるかということを、第一のテーマとしています、その一つの草の根運動として、皆さんと一緒に、参加型の、活動ということで行っていきますので、ちょっと気になる方、私にも何か子どもたちのためにやりたいなって思った方、年齢関係なく、80歳90歳大歓迎でございます、ぜひですね、下は0歳から、参加してくれるのではないかなと思っています。ぜひ、自分のまず枠を突破して、お申し込みしていただけたらと思います。はい、皆さんと一緒に、ね、楽しく音楽を奏でて、でそこの中でいろんなことが、あ、自分にはこんなことができるんじゃないかなとか、お互いに、あ、子どもからこんなこと学んだなとか、なんかそういったそのお互いに与えて与えられというような、あの関係が築けたらなというふうに思っています。はい、なるべく早くお申し込みをしてください。そうですね、今はコアのメンバーを、募集してます。まあ、徐々にですね人数が増えて、うんうん、2024年の、うんうん、東京オペラシティの時にはですね、もちろんコアのメンバーが前に行きますのでね今からね、そうですね、はい、皆さんで一緒にこのグループを育てていっていただきたいなというふうに思っていますので、そうですね、創業から立ち上げから、携わってくださる方々というのは本当に特別なメンバーになります。はい、ぜひ、早めに、
お申し込みをしていただけたらと思います。来年募集するかどうか分かりません。確かに。はい、そんなわけで、はい、気になる方は、できる形で参加できますので、ぜひとも、思い切って、参加の宣言をしてみてください。はい、ではお待ちしております。はい、お待ちしております。ありがとうございます。